じゃじゃーん。こっからはショーの中でも最もロマンにあふれた心躍る部分、観客への挑戦状。みんな知っての通り、怖い仮面の愚者花火は他の人の姿に化けることができるの。そしてこのショーで悪役の花火ちゃんはもうすでにある人物に変装してる。そこで問題、この人物とは誰だ。そうそう、メモキーパーちゃんは密室殺人事件に挑戦したくないみたい。でも大丈夫、もし興味があったらぜひ推理してみて。花火すっごく頑張って考えたんだから無駄にしたくないんだ。以上、仮面の天才花火様の挑戦状でした。すべてのピースは揃った。諸君、良い狩りを。花火を殺してしまったのですか。